昨日はとうとう一睡もできなかった。86がない。何か大事なものを、家族の一員をなくしたような気がする。今朝も会長に寝ぼけてんな、たくみ。みつき、お前の方こそ朝からハイテンションすぎるよ。何浮かれてんだよ。決まってんだろ。いよいよ今日だぜ、レッドサンズとエンペラーの交流戦。朝からドキドキしっぱなしでさ、トイレも出ないぜ。たくみ、妙義の時みたいに車2人で1台で行こうな。お前んちの86どうしてくんないかな。あれ聞こえなかったのかな。だからお前んちの86さ、俺おいちょっと待てよ匠。それにしても楽しみだよな、今日のバトル。お前どうなると思う？俺の予想では高橋涼介の勝ちだけどな。エンペラーの須藤ってそれほどすごいやつじゃないと思うんだよ。車の性能がいいだけでさ。お前何も分かってないくせに適当なこと言うな。何怒ってんだよ。別に怒ってねえけどさ、俺今日ちょっと都合悪くなったから赤に行けなくなった。なんでダメなんだ。悪いけど池谷先輩たちと一緒に行ってくれ。なんだと、匠が負けた？あいつ昨日やっぱり赤城に行ったらしいんですよ。噂によるとバトルの途中で匠の86が止まっちゃったらしくて。止まったって故障か、それとも86のエンジンが壊れたのか。俺らもどうなってんのかわけわからなくって、もうそこら中でえらい騒ぎですよ。店長ならなんか聞いてるかなって思ったんですけど、匠の親父さんと仲いいから。おい、俺は何も知らないぞ。あ、ちょっと待って、電話してみる。ダメだな、出ない。匠のやつ今頃学校だろうし、じれってえなあ、何も分かんないっていうのは。おい、高橋圭介だ。藤原匠が。いや、あいつ今日は休みですけど。そうか、できれば直接話がしたかったけど、あいつに伝えといてくれないか。昨日の勝負は無効だ。俺は認めてない。あんなおかしなバトルはバトルじゃない。世間の奴らがどう思ってるかは知らねえが、俺は藤原匠が負けたとは思っちゃいないんだ。それともう一つ、仇は必ず取ってやるからな。クソ生意気なエンペラーの鼻っ柱、俺たちがへし折ってやるぜ。じゃあな。分かった、必ず伝えるよ。今夜のバトル頑張ってくれよ。俺たちも応援に行くからな。あのな。いつき、いくらなんでも、この石ちょっとでかすぎると思わないか。ガラス割れたら、どうする気だよ。手頃な石探したけど、ちょうどいいのがなくってさ、ずーっと投げれば平気かなって思って。平気なわけねえだろ。今のスピードだったら、絶対割れてるぞ。あ、ごめん。わざとじゃないんだ。本当だって。なんだよ、俺が悪いんだ。なんだよ。赤城には行かないって言っただろ。別にいいんだ。俺も行くのやめたから。うん？で、これから秋名を走りに行こうと思ってんだけど、付き合わないか、匠。あのさ、匠、悪かったな、今朝のこと。俺、何も知らなくってさ。うん？そんなの気にしてねえけど、昨日のことをもう誰かから聞いたのか。池谷先輩から、学校帰りにスタンドに寄ったんだ。先輩たちも知ってるのか。うん、巷ではものすごい噂になってるらしいぞ。やっぱり、みんなが注目してんだよ。そうだ、池谷先輩から伝言頼まれてたんだ。うん？あれ、後ろに一台張り付いた。ああ？やっぱ今日のレッドサンズの交流戦を見に行く車だろう。そうだと思うけど。あんまりぴったり疲れると、せかされてるみたいで落ち着かないよ。ちょっとスピードを上げるか。追い抜きに来ている。先に行かせた方がいいぞ。ち、どんな車だよ。このレヴィ、ありゃターボだ。ウエストゲートの抜ける音をはっきり聞いたぜ。俺の SR20 ターボをまるで止まってる車みたいに置いていきやがったぞ。信じられねえ、上りなのに。どっから来たんだ。あんな86がエリアにいたっけか。昨日のバトル、匠が負けたとは思ってないって高橋圭介がわざわざスタンドまで来て行ったんだって。どういう意味かわかんねえけど、手も足も出なかったんだから、完全な負けだよ。そんなにすごかったのか？エンペラーの須藤恭一って。すごいよ。もしアキナでやっても勝てなかったよ。そっか。で、匠、86どうなんだ？直せるんだろ？エンジン乗せ替えるしかないって、親父は言ってる。え？行かなきゃよかった。赤城なんて、つくづく後悔してるよ。なんか、空気が重たいな。お前知ってるか、昨日のこと。ああ、アキナの86が負けたんだろう。エンペラーの須藤恭一ってすっげえテク持ってるらしいぞ。こうなると高橋涼介が群馬最後の砦だ。絶対負けてほしくないよな。なんだ慎吾、お前も来ていたのか。たけしか。今日だけはレッドサンズを応援しようと思ってな。高橋涼介が負けるわけないぜ。ランヤボ軍団に群馬エリアを舐められてたまるか。ああ。また一緒かよ。少し離れてみような。86! アキナの86か。バカ、埼玉ナンバーじゃねえか。はずみ、この辺がいい。そうね。来たぞ、ランエボ軍団。頑張ってくれよ、レッドサンズ。何か言いたいことはあるか、凌介。別に。今日の交流戦は俺とお前の対戦が全てだ。望むところだ。始めようぜ、本物のバトルってやつをな。イニシャル D。 イニシャル D。 お前、俺に言ったろ、もうアキナではバトルしないって。それ聞いたとき、お前のことをすごいなって思ったぞ。地元じゃないところへ積極的に出ていく気持ちがさ。違うんだよ。昨日はそういう気持ちじゃないんだ。ものすごく嫌なことがあって、めちゃめちゃ頭に来てたんだ。自分でも何やってんだかわかんないくらいプッツン来てて、それで車壊したようなもんだ。多分バチが当たったんだ。車っていうのはあんな気持ちで走らせちゃいけないもんなんだろうな。それがよくわかった。負けたことは実力だから仕方ないけど、親父の大事な車壊したことはすげえ悔やんでる。匠。今日の作戦はシミュレーション X。 X？ そんなのあったか。高橋涼介だけは特別だ。この日のために練り上げた作戦だ。シミュレーション。ワクワクするようなバトルだ。和美、わかるか、2台の微妙な駆け引きが。え？スタートダッシュでエボ3が飛び出したけど抜けきらなかった。2台も連れて最初のコーナーへ突っ込んだ時、俺にはエボ3のドライバーが少し引いたように見えた。おそらくあのエボ3、何かの意図があってわざわざ後追いのポジションを選んだんだ。こんなバトルが見られるなんて、わざわざ赤城まで来た甲斐があったよ。勝てる、このバトル勝てる。こうして後ろについていると凌介のやろうとしていることが見える。俺は凌介を見切った。もやもやしていた霧みたいなもんが全部吹っ飛んだぜ。凌介、俺は忘れちゃいないぜ。1年前、バトルで負けた後、お前に言われたこと。いい気になんだよ、凌介。陶芸の走り屋なんざ俺は認めていない。どいつもこいつもろくなもんじゃねえからな。絶対的な速さを追求するモータースポーツ仕込みのテクニックが、ストリートの幼稚なテクニックに劣るわけがないんだ。それが俺の信念だ。お前がどう思うと勝手だが、峠には峠のテクニックがある。ジムカーナやサーキットで身につけたテクニックだけでは峠を極められない。そんなことはない。ありえない。恭一、これ以上お前と不毛な議論をするつもりはない。いくら言い合っても答えは出ないからな。お前の理論の正しさを立証してみたければ俺に勝ってみろ。それができなければ机上の空論だ。その言葉覚えておくぜ。次は負けん。同じ悔しさを必ずお前に味わわせてやる。俺は忘れちゃいないぜ、凌介。お前も多分分かっているはずだ。今日のバトルは互いの走りにかける哲学と信念の全てをかけたバトルだってことをな。凌介、峠には峠のテクニックがあるとお前は言った。最短距離を大胆にカットするライン取り、ヒール&トゥー、そしてゼロカウンターの四輪ドリフト。確かにお前は速い。だがそれのどこが峠のテクニックなんだ。お前のやっていることはレーシングテクニックそのものじゃねえか。速さにこだわれば結局行き着くところはモータースポーツのテクニックしかないんだ。俺の信念が揺らぐことはない。凌介さんの FC が快調に飛ばしてます。エボ3も張り付いてます。クソ、どっちが先だ。 FC かエボ3か。 FC が頭だ。見せてやるぜ、凌介。この1年間の走り込みの成果をな。ここからだ。ミスファイアリングシステムと四駆の進化は。抜かれた。高橋凌介の FC が抜かれた。